トロピカル号祭末期の車両トロピカル号は、かつて、近鉄バスが運行していた大阪市鹿児島市を結ぶ夜行高速バスである。2016年9月30日の鹿児島出発日をもって運行休止となった。かつては、鹿児島交通と共同運行しており、同社での故障はトロピカルライナーであったが、南九州バスネットワークは2006年8月31日の 会社解散に伴い撤退している。なお、かつて大阪と鹿児島とを結ぶ夜行高速バスは阪急バス南国交通陣営の薩摩号とのダブルトラックによる競合となっていたが、薩摩号は2012年9月末で運行休止となり、さらに本路線の運行休止に伴って、両都市間はもとより鹿児島と本州方面とを結ぶ。 夜行高速バスはすべて消滅することとなり、運行開始から27年6ヶ月の歴史に幕を下ろした。航空路線や急高速ツアーバスとの競合に加え、2011年に九州新幹線が全線開業し、山陽新幹線新大阪駅への直通運転を開始したことが本路線に甚大な打撃を与えた。以下は運行休止時点でのデータを記す。 近鉄バスの鹿児島側の運行支援は、鹿児島交通鹿児島支社が担当。トロピカル号運行開始当時の車両をかつて、共同運行していた南九州バスネットワークの道、形式車両太字は停車停留所。近畿地区内のみ及び、鹿児島県内のみの利用は不可。2012年1月10日改正。さらに、本路線開設当時においては、南海バス。 林田バス陣営の堺、なん鹿児島線、サザンクロス号とのトリプルトラックによる競合となっていたが、1994年に本路線に統合された。現在の港町リバープレイスの場所に存在していたが、1996年にオキャットへ統合という形で移転、閉鎖された。1、10出発便から大阪、神戸、鹿児島の運行時刻を変更いたします。 近鉄バス2011年11月19日大阪、神戸、鹿児島トロピカル号 H24.110 出発便からのトピックス近鉄高速バス2011年11月19日宮崎特急線、鹿児島特急線の休止について近鉄バス2016年8月17日閲覧ありがとうございます